海水浴場。もう一つチーズ大福ですね。これも美味しい。チーズイカとかうまそうだな。海苔とか、ホッケのかまぼことか、カレー、アワビ、あれアワビ、アワビ、ヒラメもでかいのあるし。海水浴場、三本杉岩というか、岩がね、三つあるんですね。今日は何もなく、いい感じですね。そこにあるのが、この瀬棚仏さん。するアイスの匂いか。どれ。お、チーズイカとかうまそうだな。磯のりとか美味しそうだね。何が？海苔。あるでしょ。3枚ぐらい入ってんじゃない？Thank you.
当だ、月によって違うんだね。知らなかった。乾杯ちゃった。今もう乾杯ですね。すごいですね。テレビの影響昨日やってたもんね。1時間以内にお召し上がりくださいって書いてますね。醤油味、おかずは醤油味。あ、月によっていろいろ変わるんですね。ではいただきます。はい、どうぞ。どうですか醤油、うん、何が醤油味、シューが、生地が、ああ美味しそうですね。うん、すごい醤油。なんかチーズ入ってるみたいな。もう一つチーズ大福ですね。これも美味しそう。ちょっと中開けてみましょう。うわ、もちもち、うわすごい、もちもちふわふわ、すごい。うん、うまっ。やば、なんならイワシこっちの方が好きかも。全部いいよ。上の方はまだ咲いてるし、下の方も一部が咲いてますね。桜が早くて祭りの時期には咲かれてるっていう。北檜山町の水仙祭りの会場ですね。以上です。おしゃまんべい、カニ飯で有名ですね。うちはカニ飯は必ずこの横手商店、ここで買いますね。非常に美味しいんです。まあ、あの金谷の金飯も有名ですけどもね、うちは金谷よりもこっちの方が美味しいような気がして、ここばかり食べてます。まあ個人の好みがあるんでね、なんとも言えませんけども、一応そういうことで買ってます。商店のカニ飯ですね。美味しそう。